京都教育大学は、京都府京都市伏見区深草藤森町一日本部を、置く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、京京、京京大、京都教育大、区へ。1876年創立の京都府市販学校と1944年設立の京都青年市販学校を包括し、1949年に、 新生京都学芸大学を設置。1966年に京都教育大学に改称学芸学部も教育学部に改称した。2004年に国立大学法人となる。教員養成課程の他に、1988年に総合科学課程を設けていたが、2006年にその総合科学課程の学生定員140名を、 学校教育教員養成課程に振り替え、学生定員の300名すべてを教員養成とする学部改層を行う。基本的に、小学校の教員免許が必須取得で、加えて幼稚園あるいは中学校の専攻の教員免許を取得する。隣接する藤森神社から連なる緑に覆われた大学で、多くの種類の野鳥が生息し、樹木の種類も多かった。 全国の国立大学の中で、緑比率は2番目に高いと言われていた。2005年4月に、寺田厚生が学長に就任した後に、京都府内の私立大学と連携して開発した教育プログラム、連合大学院による教員養成高度化京都モデルが、文部科学省の資質の高い教員養成推進プログラムに採択され、同志社大学と、 流国大学も加わった連合教職大学院を2008年度より立ち上げた。また、2005年度には、現代的教育ニーズ取り組み支援プログラムとして、大学の取り組み、知的財産創造、活用力を育成する教員の要請が採択されている。2009年2月に学生が起こした不祥事により、同年8月31日に寺田学長は辞任。 10月1日に伊藤きみこが学長に就任した。伊藤は京都教育大学では最初の女性学長となった。現在の学長は細川智秀。京都教育大学学園祭実行委員会が運営する不事業祭と呼ばれる学園祭があり、11月頃に行われる。ありがとうございます。